Up ースです今日はねトランプ前大統領の暗殺未遂についてというところをねちょっと取り上げさせてもらいたくてまあこんだけね俺のチャンネルでもアメリカを紹介したりとかまあ実際にアメリカに行ってねいろんなレポートをしようの中で、まあ、総裁選について大統領選についてまとめた動画とかも出したりしたので、まあ、今回もね、まあ、ちょっとその内容とこの暗殺未遂について、えー、まあちょっと日本とアメリカで 起きてるちょっとこの警備に関する話の違いとかね、まあ、あとはアメリカ国内の情勢とかもあったりするので、まあ、その辺もちょっと解説しながら、まあ、自分なりの意見もちょっと加えて説明していきたいなと思うんやけどこれこのトランプさんの挨拶未遂驚いたよね。7月の16日なのでまあ2日前とかに今起きて今落ち着いていろんな情報が出てた中で、えー、撮っちゃうんやけど、まあ、場所で言うとねペンシルベニアというところで。 まあトランプさんがね演説をしている時にまあ暗殺未遂が起きたということでまあ結構日本ではねなんかこの対応がさすがアメリカの SP とかねもともと日本でもさ安倍元首相がやっぱりねこういったあの銃撃を受けてまああの殺害されたということでまあ銃撃というかまあいろんな諸説あるんやけどねなんかその容疑者が本当は犯人じゃないんじゃないかとかいろんな裏があるんじゃないかみたいな話はもちろんある中なんやけどまあ一旦日本でもそういう悲しい事件が起きたやん。 しかも安倍さんってあの山口県出身で勝手ながら俺も山口県なので、まあ、誇りに思ってるというか、まあ、やってきた中でいろんなことはあるかもしれないけど、まあ、でもねやっぱり外交に関してあのそ,のそれこそ暗殺ミス受けたトランプさんとあれだけ仲のいい関係値を築いた人って多分世界中のトップリーダーの中でも安倍さんが一番トランプさんと仲が良かったというか親交を深められてたと思うよね。 あれだけ結構強権ですごい頑固そうなトランプさんも G7 とかいろんなね国のトップが集まった会議の中でなかなかトランプさんが首を縦に振らない時にまあ心臓はどう思うんだみたいな感じ聞いてまあ心臓が OK っていうんだったら OK しようみたいな感じぐらいのまあこう外交関係を築けてたしまあ今思えばやっぱりトランプさんしかりまあプーチンさんしかりまあ世界中のリーダーとねやっぱり外交関係においては相当ね こう日本のプレゼンスを高めてくれたというかまあ守ってくれた人やと俺は思ってるんですごく大事な人を失ったなっていう感覚はあるんやけどまあとにかくのトランプさんがね銃撃を受けたということでまあもうニュースの概要は知っちょ人多いと思うんやけどめっちゃ簡単に言うとまあ発砲音が聞こえてそれトランプさんがねこう耳を触るとまあここからも血が出ててもう銃撃があったっていうのをすぐ認識してまあすぐ伏せてなんとか命からがらそこからシークレットサービスがその暗殺を行おうとしたスナイパーを射殺して。 まあことなきを得たってことなんやけどこれ実はさこれ耳をこうかすったらしいんやけどなんかこう耳をかすったとかなんかどこかに当たった破片が当たったとかまあいろんな情報があるんやけどまあ一応なんか耳をかすめたっていうことになっていて演説中のトランプさんの映像見せたらわかるんやけど結構こう首を回してたよねで仮にその首を回してなかったらこの右耳の方に当たってらしくてでトランプさんがねまあこういう風にね結構なんか 演説中こういう角度でやってた時にたまたまこう首を回した時にこういう風に貫通してったっていうことなんでもしこのままそんなに首を振ってなかったら直撃してててたっていう風にも言われてるんよねそれぐらいま奇跡的なことなんやけど、まあ、でもやっぱここでやっぱすげえなと思ったのが、まあ、トランプさんのね政策とか、まあ、政治の進め方とか、まあ、いろんなこう0100でいろんなことやっていくような人のイメージなので、まあ、いろんなマイナスイメージを持っちゃう部分もあるかもしれないけどやっぱりね 政治家とか、まあ、リーダーとしてはこんだけ強い人いないよなと思って発砲されて実際自分が出血して伏せろって言われて伏せてる状態で,でそれからすぐねシークレットサービスとか SP も含めてそこの場所からすぐね逃がそうとしてたんやけどでもトランプさんはね、まあ、あの音声も出てるんやけど。 状況がクリアになったみたいな状況ですぐこう出ようとした時に「いやちょっと待ってくれ靴をまず履かしてくれ」みたいな感じでまずそこの弾力がすごいやんそこまず落ち着いて自分の靴を履きたいということで靴を履かしてくれって言ってで冷静に立ってその後すぐこう顔を伏せてくれみたいな感じで言われてたんやけど「いやちょっと待って待ってウェイトウェイト」みたいな感じでで監修とかテレビに向かってこうグーでねでここで「ファイトファイト」って言ってたらしいよなんか「戦え戦え」みたいな感じで言ってたらしいよ。 で世界中で拡散されて超有名な「星条旗をバックにトランプさんが手を挙げてる」みたいな絵もうこれ歴史的な多分瞬間やと思ってるやけど、まあ、しかも命も助かったし本当にすごいなと思って、まあ、アメリカを良くしたいとか世界を良くしたいっていう、まあ、理想がある中で、まあ、みんな同じことを思ってるかもしれん中で、まあ、アプローチの仕方は違えどやっぱ一指導者としてあれだけ強い姿しかも79歳やんね。 あれれだけ強い姿を見せられるとなんかこう日本の政治家もねあれが日本の政治家にできるかっていうといやまあできんよねすげえなと思ったなぜそもそもあれだけスナイパーの接近を許してさらに暗殺未遂を起こさせたのかってことで警備体制にめちゃめちゃ非難が上がってるんよねで警備体制に非難が上がってるプラスやっぱり何かしらの力が動いてるんじゃないかって結構言われてるんよねで容疑者は、ね、20歳の トマ,スマシュー・クルックス容疑者ということで集で会が開かれてたペンシルベニア州のバトラーっていう場所でなんと130メートル離れた建物の上によじ登っていてそこから狙ったらしいよねでこの警備担当してたシークレットサービスと地元警察の間でどっちがどうなんだみたいな今事実関係とかがすごく現れているらしいんやけどお互いの意見が食い違ってるとこの建物の屋上に関しては地元警察の警備に任せてたっていうのをシークレットサービス側は言ってるよね。 でしかもこの容疑者その事件の当日にホームセンターとかで、まあ、1.5m ーーぐらいのはしごを朝に買ってきてこれを実行したらしいんやけどでこれが事実ならよあの地元警察がこの建物を結構警備してる中でその目をかいくぐった20歳がそのまま屋上にたどり着けてしかもトランプさんを,を狙える距離にいるとで一応銃はね小型銃やったらしくて小型の a r 1 5っていう、まあ、銃らしいんやけど。 ただ一方警察の関係者によるとこの建物を警備してたのはそこの警察ではなくてその隣の建物は地元警察の方が警備を担当してたって話してるらしいよね。これニューヨーク・タイムズに言ってるんやけどで隣の建物の窓側に配置されていたと。で何かしらあった時用のこのスナイパーたちは参加者の動向を見ていたらしくて建物自体の監視は任務外だったっていうふうに述べてるらしいんよね。 でアメリカの警備隊っていうのは、まあ、もちろん今の大統領のバイデンさんの警備もするし元大統領の警備もずっとするらしいよねでこういったあの選挙集会ってアメリカって本当一大イベントなんで、まあ、こういったイベントに関してはめちゃめちゃ警備体制が強化されると。なので地元警察も必ず動員されてかつその警備区域に関しては警備隊が決めていると。でめっちゃ悲しいのは、まあ、トランプさんの命はもちろん助かったんやけどただこの集会に参加されてた 1>, 1名のねあの地元の消防士の方が命をなくされたよねめちゃくちゃ悲しいしかもそれは家族を守るために体で追いかぶさってそれで銃が当たったって言われてるんやけどでさらに2人が重傷を負ってる状況やとといいうことらしいよねでやっぱりこの流れを考えてもさこのアメリカトップクラスの警備隊と地元警察がこれだけいる中で。 しかもやっぱりアメリカのこの自由社会の中でいつそういったことが起きてもおかしくないっていう事態に慣れてる状況でただの普通の20歳の人がこういった目をかいくぐってそんなその暗殺未遂がすることできんのみたいなことがめちゃくちゃ今話題になってると。でやっぱりあの起業家とかねまあ経営者としても世界で多分一番有名なイーロン・マスク 電気上車のテスラとかさあとは宇宙のスペース X とか作ってる、まあ、天才起業家がいると思うんやけどイーロン・マスクもこの事件を受けてもともとねトランプさんを支持するみたいな側やったんやけどこの事件を受けてさらにもう100%トランプ陣営に支援しますっていう感じが決まったんよね。 で前の動画でも説明したけどこの選挙戦って日本と違って結構アメリカって政治家であろうが結構まあセレブであろうが芸能人であろうがまあ俳優であろうがいろんな人がね別に政治思想を結構持っていて私はこっち側ですとかここを支援してますとかこれはよくないと思いますってまあ堂々と結構言うんよね。 そういういいいの扱っちゃいけないとかなんかそういうタブー視されてるとこあるんやけどまあアメリカはそんなことなくてむしろそういったことを公言することによってそれぞれの,その支持してる党とか大統領候補にまあ献金が集まるとでアメリカの大統領選はとんでもなくお金がかかるのでやっぱりこのどれだけ献金ができるのかっていうのも一つの大事な選挙に勝つ要素でもあるしあとはそこまでお金を集めれる人だというのが大統領としての一つのステータスになるんよね。 っていう中で、そのイーロン・マスクはもうこれからトランプ陣営に対して、ま月にま40億円ぐらいの献金をしますよっていうのをま発表したいよね。これもかなり大きな声明。そしてそのイーロン・マスクはそれに加えて、このシークレットサービスの警備に関しては責任者は必ずね問い立ただされるべきであるというふうなことも言ってるよね。でさらにま元グリーンベレーアメリカ陸軍の特殊部隊、まあ、いわゆる日本で言うと 何スワットみたいなもうとにかく特殊部隊スーパー精鋭軍団みたいな中にいたもう今は退役したんやけど元スナイパーの人もあまあこの事件に関してコメントを出していて、まあ、世界最強のね部隊と言われてるエリート集団なんやけどまずここになる時点でもうすごいことなんやけど。 この元スナイパーも言ってるんやけど、まあこの人もね、17年間その軍に属していて、かつ要人とか VIP の敬語もずっとやってた人が言ってたんやけど、20歳の普通の素人の人がこれを飼いくぐって単独でできたとはまあ考えにくいし、まあこの犯人自体はどこかしらのね組織とか機関、政府から協力を得ていたと考えて間違いないって言ってるよね。まあそれぐらい内通してないとまず入り込めないし、もしくは誰かが見て見ぬふりをした。 それともまあ戦略的に既に計画されていたことなのかでおそらくあるレベルまで計画されていたことなのじゃないかというふうにも言ってるよねでこのグリーメルスナイバーもかなりね会奇な言葉を使ってるんだけど、まあ、母親の家でねゲームばっかりしてた20歳のガキが私服でねライフルを持って厳重な警備をかいくぐって反撃される前に超 VAP のトランプさんに向けて何度も発砲できたと思うかとななのので今流れてるメディアの情報にはを耳を貸すなと。 でトランプ大統領にメッセージを送っててもしねもう狙撃がめちゃくちゃ得意でこのくだらないことを止められるようなアメリカ人に守ってもらいたいなら俺に電話をくれとタダで守ってやるよみたいな感じで言ってるらしいよね。 まものすごく陰謀論っぽく聞こえるけど、まあ、でも冷静に考えて、まあ、アメリカとか世界中、まあ、日本はねこんだけ治安がいいので、まあ、多少ねやっぱり警備が薄かったりとか安全意識みたいなところって、まあ、いい意味で言うとすごい平和なんやけどなんか有事の際に多分ねすぐちょっとテロとかめちゃくちゃ起きやすくなってしまってる環境やと俺は思ってるんやけど、まあ、日本の駅とかもさ普通に無人のさロッカーボックスとかあるやんあんなんとか世界ではありえんからね。 あんなとこあったら勝手に開けてもうみんな爆弾とか敷き詰められるやんそんなことできちゃうぐらいの環境が日本にあるから安全という意味で言えばいいのよだけどかなりねやっぱり一歩間違えるとものすごいテロが起きてもおかしくないぐらいのまあ環境ではあるよねまあ、そことは違うという前提のアメリカねかなりそのいろんな面に対して緊張感も警備も半端じゃない状態でこの事件が簡単に起こり得るかっていうとなかなか難しいよね で元々この容疑者がなんか屋上になんか登ってるみたいなことを警察か警備隊の方にもなんか言ってる人もいたらしいんやけどその言ってたことが無視されたというか届いてなくて結局無視されてる状態でどんどん,どん登れてるようになったっていう目撃情報もあるんよね。で結構まあ速報でいろいろ出てるんやけど結局この容疑者を射殺したまあスナイパーっていうのはこのトランプさんの集会のまた別の屋上にいてで2人のスナイパーがいたと。 でそこのジョナサン・ウィルスっていう方は少なくともこの襲撃が起きる3分前には暗殺者をもう狙ってターゲットしたらしいよねこれは怪しいとだけど結局シークレットサービスの長官は犯人を殺害する命令を出すことを拒否したというふうに国民に今伝えてるらしいよねなのでかなりねごたごたしているような状態でこのシークレットサービスの長官の命令っていうのはシークレットサービスのトップのこう立ち位置がちょっと見えてくるような感じで、まあ、ドラマにあるような感じ 上官の命令なななしにはは部下は動けいいみたいなよく映画とかでもそういうシーンあると思うんやけどでシークレットサービスの長官って整理すると NSA っていうね国家安全保障局と諸説あるんやけどね、まあ、一部言われてるのはここの長官は結構まあ民主党寄りだというふうにも言われてるんよねつまりまあトランプさんが共和党ねで民主党っていうのは今のバイデンさんの方ねでここがバチバチにやり合うわけやけども でまあ、これも有名な話だけどあんまり動画内ではこう口にはしないけどアメリカのトップのバイデン大統領さらにここを操ってる組織がいるというふうに言われてるのは、まあ、有名な話こんな話をすると陰謀論者だみたいなことになったりするのであんまり痛くないけど、まあ、いろんな情報出てるんでねトランプさん側的にはもう前から2016年の時からそうなんやけどこっちの民主党側を潰したいっていうのは民主党側を操ってる組織を潰したいというような感じよね。 だから日本に置き換えると、まあ、結局日本ってまあ悲しいけど、まあ、アメリカのアメリカも言いなりになってしまっていると、まあ、これは事実なんよね言い方を悪くすると本当にまだ植民地みたいな状態になってるとアメリカは大好きなんやけどただ日本とアメリカの関係性は明らかに他の国のいろんな国との同盟国とは全く違う状態、まあ、アメリカの管理下に置かれているような状態なんよね土地も含めて領空権も含めていろんなものも含めて。 で日本のバイ置き換えると、まあ、ここのアメリカとの関係を完全に切ってでも対等な状態に戻すんだとそうじゃないと日本はおるんだみたいな感じのことをもうメディアの前でもどん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 言うような首相が誕生するみたいな感じねイメージで言うと。でシークレットサービス側から言うと、まあ、一般的に言われているのは危険情報のこういった情報伝達っていうのは今でもやっぱり10秒ぐらいかかるらしいよね。でシークレットサービスっていうのは数もやっぱ限られてる超精鋭部隊なので。 どこににでででもねこう配置できるるエージェントが無数にいいわけではないよねつまり数に限りがありますよとでとにかくこういったイベント前にはもう会場の隅から隅までいろんな情報を集めて危険性も把握して警備計画を立ててそれを共有していくという感じなんだけどなんでこうイベント開催中のやり取りっていうのはまあシークレットサービスはもちろん地元警察側にも共有されるような形になるとなのでかなり範囲が広くなるのでこういった情報を共有するのに情報伝達として10秒ぐらいかかってしまうと。 で現状ではまあいわゆるこのアメリカの中でも FBI がこの事件に関してかなり今捜査を入れていてまあどういう状態になっているのかっていうのを把握するとでアメリカの国土安全保障長官もやっぱりこれ自体これが起きたことっていうのはまあやっぱり警備上の失敗であるというふうなことをもう言ってるんよね、まあ、こんなことがやっぱり二度と起きちゃいけないというふうには言ってるなのでこれから公聴会とかいろんな組織のトップだったり関係者がいろんなところに集められて情報とか証言とか 地図とか図表とかイベントに向けた事前ないろんな情報みたいなのが今から集められてどういう状態になってるのかっていうのがまあ操作されるとでイーロン・マスクに関してはこれからなんとね毎月4500万ドルの献金をするというふうに後押しするというふうに言ってるよ4500万ドルってもう何70億近くぐらいを毎月提供するというような感じなんよとんでもない額よね。これでもうかなり、ね、情勢が動く でまあ、結局、まあ、これどういう感じになっていくのかって、まあ、俺の勝手な推測やけどもやっぱりもともとアメリカの大統領って前から言ってるるりまり、あ、高齢問題っていうのがまあ昔からもうずっとあるでこの2人がもうさ81歳と79歳っていう、まあ、スタート時点でかなり、ね、もう高齢であるということがやっぱり危惧されているけども他の候補者がいないぐらいな状態になっている。 その中で、まあ、最近さらにやっぱりバイデンさんの高齢に対する不安っていうのが出てきてる言い間違いも含めたりいろんな面でで討論会とかでもやっぱりトランプさんの方がかなり強く見えたでバイデンさん側からもやっぱりちょっと失敗だったっていう感じでもともとトランプさんが若干リードしてたところをさらにトランプさんがちょっとリードするような感じになってるアメリカ中の中で揺れてる移民の問題とかまた中絶の問題とか、まあ、いろんな問題があるにはあるんやけど 結局今回のこの事件をきっかけにやっぱりトランプさんが結果的にトランプさんの強烈なリーダー像とかもうアメリカは強いんだというのを見せるような形になったよね。でこれによってね多分強烈にやっぱりトランプさん側にやっぱりこうさらに流れるような気はしていて。 なのでこのまま何もなしで順調に進んでいくとなんかトランプさんがさらに大失敗とか何かがない限りはかなりねトランプさんになる可能性が高いんじゃないかなというふうに俺は思っていてそうなったらどうなるかやっぱりねこうやっぱりトランプさんがなったらもう中国側にねもう関税をね60%とか120%ぐらいものによってはかけるみたいな状態になっているのでまあ中国との関係性っていうのもかなり変わってくるやろうしじゃあその代わりに陸続きのメキシコ側とかそっち側との関係値が深くなったりとか。 まあいろんなな面でねかなりこう世界が変わると思うよねでさらにまたやっぱりトランプさんになるとアメリカファーストなのでとにかくアメリカの不利益なことはしないということで、まあ、おそらくまた日本ともババチバチいろんなな交渉が始まるはずなんよねそうした時に前みたいにやっぱり安倍さんやったからできたトランプさんとの外交を今の日本の政治家たちでできるかというとかなり俺は難しいと思っているので、まあ、日本にとっても全然安泰じゃないというか いい意味でも悪い意味でもアメリカとの関係値は変わっていく可能性はやっぱりあるよね。でさらにトランプさんが大統領になったらもうウクライナとロシアの戦争を終わらせるっていうふうにも言ってるし、まウクライナに関する支援ももうかなり減らすというふうな話もしてるよね。 なんか陰謀論みたいなついでに言うとなんかシンプソンズってアメリカのねアニメとかがあってそこが結構まあ未来の予言をしているという中で、まあ、トランプさんが大統領になることも大統領になる前から予言しているとか、まあ、9.11の同時多発テロも前からなんか予言してたとか。 まあなんか福島原発の事故とかも予言してるとかまあなんかかなりこう陰謀論とセットでシンプソンズがなんでこんな未来を読めるんだみたいな話もあったりもするんやけどまあ結局シンプソンズ自体が風刺的なユーモアとやっぱその時の社会情勢に対する批判とか批評をめちゃくちゃ強くするのでまあそれが傾向として強く出て結果的にそういうふうになってるみたいな状態なので。 か予言に過ぎずに、まあ、いくらかたくさんあるなんか風刺的なものの中でいくつかがたまたまリンクしたみたいな状態なんやけど、まあ、なのでこういったエンタメとか陰謀論とか,なんかいろんなことを勝手に結びつけて想像を膨らすんじゃなくてその裏側に何があるのかとかそれが決定したことによってどういうふうに世界が進んでいってしまうのかみたいのをやっぱり一人一人が考えることってすごい大事なんかなと思ってで結局トランプさんも、まあ、民主党で今言ってるのはどんどんこう銃の規制を強めていこうという感じなので。 アメリカ的にはこれ賛否両論あってそっちの方がいいっていう声とで言った通りアメリカってやっぱ治安がね治安の悪さがやっぱかなりひどくなってきてる中で例えば悪い人が銃を持てるんだけどアメリカの法律の中でも銃銃ををを持持つつ権権利利自自自分ののの命を守る自衛の権利として銃を持つ自由っていうのがあったよねそれは誰かを傷つけるためじゃなくて自分自身を守るために銃を持ちたいっていう声もめちゃめちゃたくさんあるよね。 にによってててはもう銃を自由に持持るる国銃を持てる場所例えばテキサスとか前オラが言ったテキサスとかスティーブとかにお話を聞いてきたけどまあそういう例があるんよねでトランプさんに関してはこの銃に関してはもう自由に持つべきだっていうふうなまあ論調で,でこの事件があったにもかかわらずまあ銃の撤廃っていうのは進めないっていう感じの方向性らしいよね。まあ、それぐらいやっぱり自衛に対するその自由っていうのが奪われてるんじゃないかみたいな声が今アメリカであると。 まあただその中でもやっぱりその銃を購入する上でもう誰でも銃に買えるんじゃなくて今でもちょっとの規制はあるけどもうちょっと規制を強化するとか買う人の身辺調査とか年齢とかまあいろんな規制の見直しも必要なんじゃないかというふうにも言われてるよね。ただやっぱりアメリカではねもうこの銃を持ったことによってもうとんでもない悲惨な事件とかもやっぱり起きたりしてるんでもうラスベガスでも60人以上がね銃撃によって死んだりとか。 400人以上がね負傷した銃の乱射事件とかあと学校とかにもさ銃を持ち込んでもう乱射して殺してしまったとか、まあ、アメリカ時代では2021年のデータで言うとなんと5万人近い人が銃によって死亡してるんよねすごい数じゃないでそれはまあ殺害も含まれるけど銃によって自分自体をまあ自殺するという行為もまあ過去最大やったらしいよね。 なので結局その銃の規制を強化したところでまあ誰かが銃を仕入れてまあ結局そういった人たちに銃が流れていくので銃自体を規制すること自体がやっぱ大事なんじゃないかという声もまあ事実あるということなんやけどとにかく今回のやっぱ暗殺未遂い,いろんなことが見えてきたなというふうな部分もあるしまあ強烈にねやっぱりこうトランプさんという人のその胆力とまあ力強さっていうのをなんか結果的に見せつけられたなっていうのがあって。 本当に思うことはいろいろあるけども、まあ、あれぐらいねこう強いリーダーっていうのがやっぱり国には必要やねっていうふうには感じるそれは絶対賛否両論あるとは思うんやけどやっぱりこのね今の日本が勢いがない中でそして日本人が日本を好きになれるような環境になってない俺は日本が大好きで日本大好きって言うべきやと思うしもっとこう愛国心を持てるように日本が素晴らしいんだと。 他と比較してほかが羨ましいなばっかりじゃなくてこれだけ歴史のある国でこれだけ素晴らしい文化もあって食もあって安全もあって清潔でこの国をやっぱ誇れるようになりたいこの国を誇れるような精神状態になっていけるような場所でありたいなと思うし。 まあいろんな意味でねやっぱり隣の芝青く見える時はあるけどもやっぱり日本は素晴らしいんだともう世界中行ってて俺間違いなく思うんで周りの国へこへこだけするんじゃなくて自信を持ってそういう発信をし続けてくれるリーダーっていうのをやっぱり日本も生まれてくるべきやなというふうにも思うね。はいということで今回はねちょっとアメリカのトランプさんの暗殺ミスについて、まあ、いろいろ思ってることを話させてもらいました。 いいやこううだよっていうコメントがあればぜひいいねとコメントいただけると嬉しいですじゃあ、えー、概要欄にね俺たちのアパレルブランドとか、まあ、いろんなイベントトークショーも進んだりしてるのでぜひ見てくださいそして沖縄のお店も8月中にはオープンできるように頑張ってますんで楽しみにしておいてくださいじゃあ次の動画でお会いしましょうやバイバーイ